暗くなる前には着きたいんだからね。頑張ってよ。ほら、健吾くんもこう言ってるわよ。このまま最後まで元気出していきましょう。ここまで来ればあともう少しよ。この坂さえ登りきればもう目的地なんだから。さあ行くわよ。2人とも目的地はすぐそこよ。2人ともよく頑張ったわね。まずは深呼吸してゆっくりと景色を楽しんで、落ち着いたらテントの設営を始めるからね。でしょ？相馬が小さい頃はよく一緒に来てたのよ。え？そんなこと言わなくていいのよ。相馬が友達を連れてきてくれただけで私は嬉しいんだから。そういう意味で言ったんじゃないから。でも友達がいないんじゃないかって心配してたのは本当よ。そう言ってもらえて嬉しいわ、健吾くん。さて、それじゃあ話はこのくらいにして、そろそろキャンプを始めるわよ。2人ともまだ終わらないの？女の私がもう終わってるのに男2人がまだなんてみっともないわよ。いいわ、2人は下がってなさい。私があっという間に終わらせてあげる。よーく見てれば勉強になるかもね。でしょ？あとは2人でもできるわよね。風で飛ばされないようにペグを地面に打ちつけて、ちゃんとテントを固定するのよ。健吾くん、この子はちょっと不器用なところがあるから。好物だからね。ねえ、あなたたちももう飲めるでしょ。一緒に飲みましょうよ。せっかくだし、玄吾くんみたいに挑戦してみたら？少しぐらいなら飲んでも平気でしょ？それで、どうする？注いであげましょうか？そうこなくっちゃ。あらあら、誰かさんはもうお眠みたいね。今夜はそろそろお開きにしましょうか。そうま、ほら起きて。大丈夫なの？ならいいけど。じゃあゆっくりおやすみなさい。